皆さん、どうもどうもよろしく、ワラスドラゴン TK です。ではね、今回も、神様と運命覚醒のクロステでやっていきましょう。ではね、やっていきましょう。一応ね、裏の方で、レベル1かな、2かな、忘れたけど、それほど、上げてね、あと装備の方もね、ちょっと、メイプルスピア裏でやっとったら取れて、それをね、また18にして使っております。でね、こっちもスカルシールでね、カウンター、前にね、取ったんで、スキルをね、ダンジョン内で。それでね、やってたら、ちょっとね、硬い敵に有効やってことで、ギアついて、サクサク進めておりました、裏で。進めれるようになりましたね、それでね。にしても、そういう使い方あるって思った瞬間に、うおー、やーべーって思ったね。うわ、はい、うわ、いえはい、えって、はい、これな、そう。こういう風にしてね、使えるんでね、だいぶね、お、いけるやんか。まかてもの盾か。いらねえ。ちょっと待って、他は重たい。ういー。ういー。違う。違うな。違うやん。お、ありがて、60上がった。よっしゃーい。ん？何？まあ、行くか。ね。先々進めていきましょう。お、なんや？アルルさん。シンさんの容体は？相変わらず、意識不明の状態が続いている。体がズタボロなのに、あんな無茶をするからだ。いつ目覚めるのでしょうか？わからん。とりあえず、結晶が何らかの反応を示しているから、死にかけている、というわけではなさそうだ。まあね。今なんか精神世界攻め合ってますからね。結晶が本体が死にかけていて、その回復のために活動を活発にしているのかもしれない。こちらからの通信は受け付けないようだが。ああ、そうなんや。通信を受け付けないと。おおおお、こいつかい、また。こいつは、こっちが、こっちじゃない、ほら、おい。相手2回行こうだやけどな、カウンターあるから。こっちで。おい、何、今の何？今の何？オッケー。よーし、いい感じやね。おっしゃ、お、いけるね、もうね、どうします？ちょっと、探索しますか。お、かわいらしい。かわいらしい悪魔がおる。お、終わった。早い。早いよっていうな。おらい。おらい。見た目でね、判断してるけど、あれ、合ってるんかな？たまにね、あれ、これ違うってなってやるんだけど。なんか、相手、なんか全員みんなヘッポ！おい、びっくりした。調子に乗ってたら足元救われるわ。オッケー。これな、いいねよ。透明な薬。透明な薬。あー。こういうやつな。あ、使わんでよかったんやん。あ、やったんだ。使わんでよかったんやで、あ、見せた。オッケー。え？うわ、嫌なとこにおるわ。うわ、ミスったんかい。おお、20も。マジでありがとう。今のは俺に対するご褒美かな。真相世界、3回。おいおいおい、ブクサイ。こっち違うぞ、こっち。おらい。いえーん。おいどい。やばいわ。2回攻撃しかないけど。けどな。あ、ミスった。問題はない。独走かい。拾って俺がバカやったわ。ディフェンスが上がってる上にかなうとは思うなよ。この野郎。この野郎。よっしゃ。お？まあ今回ね、この、ダンジョン終わったら終わりにしたいと思います。ん？ディフェンス上がってるからやめといた方がいいわ。ディフェンス上がってるから、敵とあんまり戦う方がいいわっていうな。おお、え？
そういうやつかーい。ほらい、ほらい、いけたぞ。マジか。あ、おったんかい。気づかんかったわ。あ、マジで。アホ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 。白くて気づかない敵。要は隠れ音かな。カメレオンかな。隠れ音ってポケモンかーやろ。うわ、嫌な予感。おーい、セーフ。嫌な予感。セーフしたね。セーフしたね。ほんまね。ちょっと待て。ちょっと待て。やめて、そこ。あ、違う、違う。はい、うそ、マジか、またまたか、そこ、オッケー、じゃあ待て、逆に使ってもだね。あれ、なんかどっかある？ないよな。おい、あかんあかんあかん、ほんま見つからねえ。あったわ、桜色のクリスタル、ありがとう。お、なんや、マリエル。シンさんの容態はどうなの？何回も同じことを聞くんじゃない。完全に昏睡状態だ。いつ起きるかはわからん。二度と起きないということはさすがにないだろうが。もし回復しないようなら、その時は別の奴に結晶を移植し直すのは反対だ。どうして？最近ようやくまともに戦えるようになってきたのに、また一から再教育しなければならないのだぞ。そんな時間が残されているのか。私としても率先して彼を殺したいわけじゃないわ。そのまま彼が神として働いてくれるに越したことはない。ただ彼が目覚めない場合は、それ相応の対応を取らなければならないかもしれない。それだけは覚えておいて。言われなくても忘れてなどいない。私は運命覚醒結晶、神を作るためにここにいるんだ。最優先すべきは結晶のことだ。ならいいわ。すべては私たちが悪魔に打ち勝つために。だよな。あ、殺されるで、起きんかったら。おう、敵が痛いよって。あ、そうそう、こういう風にやられるんですよね。自滅していくんですよ、ああいう敵。ああいう敵な。よいしょ、ほら、おお、お、レベルが上がった。ありがとう。ういうい、自滅してくれてありがとう。あ、なかった。体験か、いらねえ。あ、寝てもだ、寝てもだ。ちょ、起きろ、起きろ。グースか、グースか。寝てる暇はねえぞ。いいよ、いいね、やっぱいいわ。おい、毒になった。だい、睡眠ちょっと散々やぞ。これ散々な結果になりそうな気がするのは気のせいかな。オッケー。うわい。あれ？オッケー。そこ。うわい。マジ楽やわ。あ、逆やった。ごめん。これは合ってる。こうやな。よし。お、柔らかいカプセル。柔らかすぎたら、それはそれで、なんか、使い物にならなさそうな気がするけど。まあ、それはいいとして、やっていこう。お、あった。いや、ちょ、待ってー。いや、どんそくなったー。どんそくなったー。おーおーおー、あぶね。お、ありがとう。ちょうど、直線上にいた。助かったわ。会心カプセル。ちょっともうちょい探索したい。だいぶね、いい感じにね、探索もできるようになってきてる？あー、やめー今の状態でのマップを忘れるのはちょっとやめー。もう行くわ、ならもう。諦めて行くわ、もう。おう、なんや？今度は誰と誰？あ、知らない。ええ。やはりあの時、感知していないのに、悪魔と戦ったのが響いているのだと。そっか。
それから、ジュピエル。前、ちょっと言い過ぎた。ごめん。なんか、全部がいい方向に向かっていってますね、今のところ。いえ。私たちが関係のないシンさんを巻き込んで戦わせているのは事実ですから。私もつい熱くなってしまって。まあそういうとこあるからな、ジュピエルはな。まあ知らねえもんやけどな。ただちょっと我慢できなかっただけだから。我慢できなかっただけだから。今我慢できんのか。私たち天使が戒めとして覚えておかなければならないことだと思います。悪魔と同じところまで落ちてはいけないと。そういうこと。それやで、ジュピエル。な。ですから、そのことを教えてくださったことに感謝しています、シラヌイさん。教えたって、そんな大層なものじゃないんだけど。まあ、あんがと。シラヌイもちょっと照れてんじゃねえの。ああ、だんだんと浄化されていってる感じが。なんだ、これ。なんで夢の中にみんなが。いや、そうでもないか。夢の中に知ってる人が出てくるのはおかしいことじゃない。けどなんだろう。夢の中の話にしては妙にリアルな気がする。まるで夢の中から現実を見ているように。ここは夢ではない。真相世界として、すべてと繋がっている。真相世界？来たよ、やっぱ真相世界！真相世界ってアルルさんが言ってたやつか。精神と意識から構成された世界だったっけ？消えた、え？一体どうなってるんだ？意味がわからないことが多すぎる。こっちまたかい。またこの追いかけっこはいつまで続くんだ？一体君は何者なんだ？結晶の主じゃね？ぐるぐるしたくさん拾ったよ。うわ、なんか凶暴化したしさ、びっくりした今。びっくりしたよ。よっしゃ、戦っていこう。よいしょ。いいね。雑魚は雑魚らしくなってきたな。雑魚が雑魚らしく。言い方に気をつけよう。わあ、アタック下げられた。やめ。で、あ、やばい。よいしょ、あ、じゃあ、効果陣が助かった。おー、なんか、こんな、紺色かな。うん。ぽいな。うん、お、なんかあった。お、ちょっと待って、復活クリスタル！復活じゃーい！よし、行こう。よし、じゃあ行こう。真相世界ならかい。下行こう。おとい！お前かい！おー、猫じたんして、猫じたん。猫じたんお前かい。おお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 リンゴあったよな。食べていこう。そして、取っていこう。で、おう、びっくり。また睡眠になるとか言って。怖い。いや、ミスった。今のはミスった。今のは完全に采配ミスった。よっしゃ。こっち側かな？違うか？おい。あ、ここやった。当たってたよ。ありがとう。おっと、痛い。やばい。ああ。自滅してきた。よし、じゃあ、進めていこう。お、今度は誰が出てくる？だって、絶対で今度かい！ちょっと待って。おい！びっくりした。逆。そこ違う。ちょっと待って、違うって。いや、待って、行こう。よし、ここはもう救急だと。お前、救急箱小やった。まあ、けどまあ、銃使ったからね、超プラマイゼル的な感じにはなったんちゃう。おいおい、方向使った、凶暴化しだした。オッケー。ほら、おらい。おい。おい。凶暴
か怖いと思う。なんかまた、また来たいと。あ、そっから攻撃できたんか。それ知らんかったわ。それは知らんかったわ。なんか、アイテムか。あ、アイテムやめた。ジュエルメイス。気になる。ジュエルメイス。どこに、あ、まだ取ってないわ。まだ取ってないわ。あそういうやつね。銃、何、俺やってたっけ。スカルシュライたち。メイプル、メイプルか。メイプルストーリー違うよ。ちょっとしたな、うん。PC のオンラインゲームあるけど、そういうな。開始いらんな。どっちみちいらんし。もう抜いたでや。どっちみち、あ、また呪われたよ、スカルシールド。ダメえ、誰何、あ、ダメ、もう、いろいろ危ない。いろいろ危ない、ここで。おほほ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 ほこいつ、味方がおったら、敵同士がおったら、強化するからな、あいつ。さっき気づいたけど。それはちょっとやめてほしいから。おぉ、ちょっと待って。どう行く？まあ、こっちが。こっちが。オッケー。そこ。よっしゃー。おぉ。あ、じゃあ、やっと。俺。旋回路、これはどっち？これはどっち？わかりにくい。オッケー、自待ちしていった。ありがとう。おお、方向。おお、これはこっち側やな。そんな気した。ティラノス、ティラノザウルスの精神世界バージョンかな。何を拾ったのかなと。ちょ、なんだか。投げたれ。あ、落ちていきはせへんねんな。真相世界やからさ。よいしょ。そこ。うわ、毒された。毒されたやな、毒された。お、あった。行こう。いいね。お、10回、え？大きなカプセル。あ、なに、回心カプセルかい。お、神さん、あ、ちょ、ごちょうどいいやん、使っていこう。ちょうどよかった。ああ、危ねえ。やってもあんまや。苦そうなカプセル。なんかこれ超怖いからやめとこう。まあ、これはいらんな。おい。怖いよ。ちょっと、いろいろ敵出てきすぎよ。ちょっと、いい加減、ちょっと。さっき行かせて。おい、じゃあ、おい。は？は？サンの、え、ちょ、せや、わざものクリスタルあった。スカルシールドの、お、え、ちょっと待って、2下がったんかよ。いや、やめて。と、やる気がするから、そういうのやめて。毒星の指輪、そして反射ね。これ持っとるわ。もうカウンターとカウンター一緒にやったらどうなんやろ。今ふとすれ持ったわ。毒星2個もいらんわ。毒なんて。ダンジョンクリアしたよ。え？ダンジョンクリアしちゃったよ。え、大丈夫な？毒星置いてきちゃったけど、まあ 別に問題ないでしょ。ここはさっきまでと違うみたいだけど。ここが私の真相世界。君の真相世界。だからその真相世界っていうのは何なんだよ。何なんだよって、そんなもんだよ。アルルさんからの説明はさっぱりだったから、今説明抜きで使われると困るものがある。あなたたちがファンタズマのために使い、神が守ることもできる全ての生命が持つ精神の世界。ああ、それらは
個々に分かれているわけではなく、すべてのつながり、関係し合い、結びついて重なり合っている。すべての意識を宿し、魂が変わり、生命を宿す根源となる場所、それが深層世界。へー、今は私の力でその一端を見られるようにしてある。さっき見たのはあなたが知っている人たちの現在の様子。なんだそれ、夢の中だからってめちゃくちゃ言い過ぎだろ。夢の中違うって。だからいくらなんでも行動向けすぎる。全ての意識と魂がつながってるってなんだ。普通個人個人がバラバラで持ってるものだろ。いや違うか、夢だから行動向けでいいのか、よくわからなくなってきた。わからなくなってきたんかい。あなたには知っておいてほしいから、ちょうどいい機会だったから説明した。ちょうどいい機会なんや。僕に、なんで。僕はただ単に天界で神様になって悪魔と戦ってるだけの弱い人間に過ぎないだろ。あなたは自分のことを過小評価しすぎている。あ、そうなんや。あなたは十分すぎるほど強い。まあ結晶を移植されてるからパワーは強いだろ。そういうことじゃない。そういうことじゃない。そうなんやね。なんだよ、他に何があるんだ。この深層世界は生命の持つ精神の重きを如実に反映している。へえ、要は精神がもともと強いんやろな。今の深層世界は暗くよどんでいる。争いは争いを生み、憎しみは憎しみを増長させる。ああ、なるほど。あ、だから神は適合するね、神様に適合する人間やったよね。そら聞いた。このまま行けば世界は眠ったまま死んでいくことになる。この流れは止まることなく続く。どこかでこの無限の連鎖を断ち切る必要がある。世界を覚醒させる必要がある。覚醒させる。なんだ、何言ってるんだ君は。一体私は運命を束ねし、世界と現実の世界とをつなぎ、世界を覚醒させる使命を負いし者。え、世界覚醒させる使命を負ってる。あ、素晴らしい。あなたは王がする運命に目覚めをもたらし、世界の争いを止める資格を持つ者と判断した。うわー、選ばれてるわ。選ばれちゃったわ。だから私はあなたを選択する。あなたを助けたい。ああ、レティーシエが言っていることは半分くらいできなかった。半分くらい理解できなかった。かろうじて理解できたのは最後の一言だけだ。僕をどうやって。あなたの結晶に落ちている不具合は私が何とかする。え、レティーシエがしてくれんの。すげえ。何とかって、一回結晶を引き抜かないと修正できないってアレルさんが。問題ない、修正する。ここから目覚めたとき、すべてが解決しているはず。あなたの運命は、私が導き、神となり、世界の争いを鎮め、覚醒させる。それが、あなたのたどるべき運命。なんだそれ、そんな都合よく解決するわけじゃないか。するわけないじゃないか。神様じゃあるまいし。え？まさか、君は、本物の。そろそろ目を覚ます時間。また会いましょう。本物の神様とご対面していたよっていうね、ずっとな。そういう感じか。そういう感じか。ね、やろうね。シンさん、目を覚ましましたか。ジュピエルさん、ここは。よかった。もう目を覚まさないのではないかと。研究室だよな。夢の続きを見てるわけじゃないよな。ん？夢？あ、そうか。なんか本気にしちゃってたけど、あれ夢だったんだよな。じゃあ結晶とか深層世界がどうって話も全部夢か。違うから。夢の通り、起きたら結晶が治っていることを期待していたから、ちょっとだけ残念だ。おい、寝ぼけるな。ここは現実だぞ。めっちゃはたかれてんねん、あれに。大丈夫？わかってるよ。おはよう。なんだ、なんか、じゃあなんだね。なんか、まら抜けた挨拶だ。起きたっていう実感がないせいかもしれない。
そうだ、あれからどうなったんだ展開は。損害は出ましたが大丈夫です。現在は復旧し支障なく活動しています。ああ、そうやな。それは良かった。そういえばヒエンが帰った瞬間に気が抜けて倒れてしまったんだ。さて、目が覚めたとなれば早速お楽しみタイムと行こうか。お楽しみタイム、あ、もしかしてカップ麺、カップラーメン食えんの。お楽しみ、何が始まるんだ。アルルさんはおもむろに土鍋を机に置いた。って、なんで土鍋が土鍋どうしたん。アルルさんがカップ麺以外の食器を持ってくるなんて、やっぱりまだこの世界夢の中なのか。それはさすがにちょっと失礼。カップ麺ではないだろうな。土鍋、もしかして袋麺とか。なんでわざわざ土鍋で作らなきゃならないんだ。袋麺などではない。じゃあカップ麺を土鍋で調理したのか。なんでやねん。それはもはやカップ麺じゃないだろうが。インスタントから離れろ。インスタントから離れろ、お前にチームはもうって言われても。おかゆです、アルルさんが。あのアルルが。あのアルルが。なんだその目は。私が手作りしてはいけないのか。いらないのなら私が食べるぞ。ちんさん、アルルさんはわざわざ私にお粥の作り方を聞きに来たのですよ。やばいやろそれな。あ、言うなって。まあまあそういうわけだ。だからなんだ、いいから食べろ。いいから食べろ。あ、てるてる、アルルかわいい。アルルさんはそう言うと、そのままで鍋を僕に手渡してきた。焼け出しない温度だから、だからよかったけど。というか、鍋だけ渡されても手づかみで食べろってわけじゃないよな。あの、何か救うものはないんでしょうか。あ、それやねんな。なぜか敬語になってしまった。ああ、任せろ。割り箸なら大量にある。あの、アルルさん、レンゲなら持ってきていますよ。ナイス、ジュピアル。それで救うのか。土鍋から直接箸で食べるのは苦しいんじゃないのかな。それも俺も俺も、普通おかゆってね、大抵スプーンで食べるんですよね。そういう病気した時とか、その力に、手に力あんまない時やからね。それね、どれ分けるなら箸の輪か回らないだろうけど。はい。ジュピエルさんはレンゲを取り出すと、それを僕ではなくアルルさんに握らせた。うわー、もしかしてこれは。なぜ私に渡すのだ。これは、このパターンは。ではアルルさん、シンさんに食べさせてあげてください。うわー、なんという、なんという快楽。はぁ、なんで私がそんなことを。あー、てるてる。あれ、てるてる。アルルさんはレンゲを受け取るのを拒否して、そっぽを向いてしまった。そうですか。では、私がやりますね。やらんでいいって。あー、これはこれでちょっとしたなんか、ちょっとしたハーレムやけど。さらりとレンゲを手に取ったジュピエルさんを、アルルさんは手首を掴んで制止した。ちょっと待て、提案したのは私だぞ。なぜ君が食べさせるんだ。あれ、もしかして嫉妬してる。シンさんは療養中ですよ。まさか自分で食べるなんて荒っぽいことは言えません。アルルさんが嫌だとおっしゃるなら、消去法で私がやるしかないのでは。そうやな。それに私はシンさんにお粥を食べさせてあげたいですし、構いませんよね。同時だ、二人同時にレンゲを持って食べさせる。ちょっと何それ。それならいいだろ。何それ。これハーレムやわ。ハーレムやわ。恥ずかしい気がしますが。わかりました。ではシンさん、口を開けてください。恥ずかしい気がしますが。分かってんねやったらさ、もうちょっと恥ずかしくない方法で。うわー、やばい。やばい、何これ、やばいって、やばいって、着手できない。ジュピエルさんとアレルさん、二人が一つのレンゲを持って僕にお粥を食べさせようとしている。ねね、恥ずかしい光景だけど、断ったりするのも悪いし、ここはありがたくいただいておく。どうだ。ああ、美味しいよ。うわー、何このリア充、爆発しろ。
おかえりはリア充じゃんか、ツーリー充やな。何やそれ。おかゆには程よく塩味が効いていた。その素朴な味が美味しく感じられた。そうか、ならよかった。カップ麺の味付けにしようとしたらジュッピーに止められてな。当たり前やろ。味が薄いんじゃないかと心配していたんだ。いや当たり前やろ、そんなやめて。カップ麺の味付けってインスタントから離れた方がいいのはアレルさんの方だと思う。ジュピエルにって二人で作ったの？そもそも私が土鍋なんか持ってると思うか？持ってないやろうな、うん、だから借りるついでにな、いろいろ教わっていたのだ。ほらもっと食べろ。アレルさんがジュピエルさんから教わる？耳を疑う。止まれ。たらいくら何でも失礼か。多分少しは打ち続けたのだろう。その後もアルルさんはジュピエルさんと一緒になっておかゆを食べさせてくれた。なんというハーレム。前から気になっていたのだが、そろそろさん付けというのはよさないか。お、まさか人として見てる。それは私も気になっていました。どうして？どうも君からは誰に対しても他人行儀にする姿勢が感じられるんだ。もう知らない間柄でもないし、そろそろ呼び捨てでもいいんじゃないか。これからは私も君のことを下の名前で呼び捨てにする。そうすれば釣り合いも取れるだろう。おお、ちょっとずつ 丸く収まってきてるぞ。まあ二人がそう呼んでいいのなら。私は構いません。むしろ神様からさん付けで呼ばれるなんて恐れ多いというものです。そういうもんかね。呼びたければ呼ぶがいい。呼びたければ、あ、じゃあまあさん付けで。わかったよ、ジュピエルさん、アレルさん。言ったそばからさん付けするのだな。そやな、なんかかわいそう、なんか悲しそうな目にしてるわ、二人とも。仕方ないだろ、名字ならともかく。名前の方で女の子を呼び捨てにするなんて恥ずかしくてしょうがないんだから。ジュピエルとアレルがそう呼んでいいのなら。はい、よろしくお願いします。めっちゃ笑顔になったよ。構わん、許可する。存分に呼んでくれ、シン。なし崩し的にではあるけれど、僕は二人のことを呼び捨てにすることになった。女の子を呼び捨てっていうのは気恥ずかしいけど、そう呼んでいいと言われるまで親密になれたってことだから、悪い気分はしなかった。むしろそういう間柄になれたことを嬉しく思う。参りましょう。お、もうちょっとやっていきましょうかね。ではね、続きやっていきましょう。次のシナリオっすね。よし、何が起こるかな。それから僕の結晶に応急処置を施すということで、アルルから整備を受けることになったのだけれど、どういうことだ。アルルさん、どうされたのですか。何、問題でもあった。違うか、問題が、え、違うか、問題があるから困ってるんだ。結晶から力が逆流してジュピエルとアルルを侵食して怪物にしてしまう。いや、君の結晶からの力の逆流が起きなくなっているのだ。あ、やっぱりあのレティシアのおかげやね。アルルがうまくやってくれたんじゃないのか。だったら疑問になど思わんよ。私が何もしていないのに勝手に治っているから驚いたんだ。勝手にいや、お前真相世界で夢で見とったやんけ、レティシアとさ、話で。準備ができた。これであなたの結晶に起きている不具合を取り除くことができる。もしかしてレティシアが。いや、でもあれは夢の出来事のはずじゃ。自然治癒したということはないのですか。それはないと思うな。そんな、かさぶたじゃあるまいし、私の知らないところで勝手に治っているなどありえないはずだ。アルルはうなりながらケーキ類をにらみつけている。でも不具合が治ったんだったらそれでいいんじゃないか。治った理由がわからないとまたいつ再発するかわからんのだぞ。手放しに喜べるか。そうか、そういう事情もあるのか。だったら、あのアルル、実は僕の結晶の不具合が治る夢を見たんだ。そのせいじゃないかな。
はぁ、めっちゃアルル、はぁって。アルルはしばらく僕の顔を凝視した。変なものでも見るみたいな目で。シン、笑わせたいのなら、せめてもう少し面白いことを言ってくれないか？寝たきりになっててボケてしまったのか？ボケてしまったって。じゃあ言い方に気ぃつけ、アルル。そこまで言うことないだろ。そうだよな。僕が逆の立場で同じことを言われたらバカにしていると思うからな。まあ、そこで会ったことは黙っておくか。信じてもらえそうにないし。入るわよ。アルル、結晶の応急処置は終わった？その必要はなくなった。結晶の問題がきれいさっぱりなくなっていたからだ。何を言っているの？何を言っているの？マリエルもちょっと怖い、ちょっと。言葉の通りだ。彼が目を覚ましたら、結晶の不具合がまとめて治っていたんだ。そんなことがありえるの？私もあまり認めたくはないが、実際そうなっているのだから仕方がない。本当に彼の結晶は問題ないのね？それは間違いない。エネルギー逆流はゼロだ。結晶から侵食されるようなことはない。厳密にはもう少し経過観察をしてからの方がいいとは思うが、お前は出撃を優先したいのだろ？分かったわ。シンさん、少し指令室に来てちょうだい。話があります。お話ある。僕はマリエルさんに連れられて指令室に行くことになった。ほう、どんな話が待ってるんやろね。それで何の話かは分かってるかしら？ねえ、今後の僕の処遇についてですよね。雑誌がよくて助かる。ああ、やっぱりそれなんや。それでシンさん、あなたは今後どうしたいのかしら？決まっています。このまま天界の神様として戦い続けます。言い切ってくれるのは心強いわ。ありがとう。うん、マリエルもな、だいぶ丸くなったかなって。なんとなくも、僕が戦いに出なかったとしてもみんなが悪魔に殺されるだけだ。ジュペルやアルルだって戦いが続いている限り死の危険はいついてもあるのだから。僕が迷っていたのは、僕が戦うことでジュペルやアルルも傷つくからです。その問題がなくなったのなら迷うことはありません。今後また自分が渋滞に陥る可能性は考えないの？死の危険がつきまとうの？一回死んでますから、そろそろ死ぬのも慣れてきたところです。言い方、そもそも戦うことを拒否したら僕は殺されるのだし、嫌味にしかならないから口にはしないけど。即行すること前提で話をされても困るのだけど。まあいいわ。ただ無謀な行動だけは取らない。わかりました。この戦いを終わらせるためには悪魔を倒すしかない。そのためにはあなたの力が必要不可欠なの。協力してくれて礼を言うわ。悪魔を倒すか。でもその度に敵にも味方にも犠牲者が増えていくんだよな。穏便に済ませる方法があればいいのに。そういえば今まで口に誰も口に出さないけど、前から思っていたんですけど、そもそもこの戦争自体を終わらせることはできないんですか？どういうこと？和平交渉だとか何でもいい、戦い以外の手段でこの戦いを終わらせることだってできるんじゃないですか？それはできないわ。この戦争が終わるときは天使か悪魔のどちらかが滅び去ったときだけ。え、うっそ、極端すぎん？そもそも天使と悪魔はなんで戦争なんかやってるんですか？わからないわ。わからない？ちょっと待て、どういうこっちゃそれ。わからんのに戦争しろってやばいやろ。理由もわからないのに戦ってるんですか？ほんまやで。それ聞いてえって思ったから。戦争が始まったのは私が生まれるよりもはるか前。その頃を知る者は天使にも悪魔にもいない。なぜ戦争が始まったのかは誰も知らないのに、知らないまま戦ってる。それはあかんとも、知ろうとしようよ。なんだそれ、自分たちが何で戦っているか誰も知らないのに戦っているのか？そんなのやめればいいでしょ。理由もないのに戦ってるなんて。ほんまや、マジでそれ思うわ。シンさん、あなたご家族は？なんで急にそんなこと。関係ないでしょ。以前
あなたが人間界に脱出したとき、自分の家に戻らずに通学路をさまよっていた。それはなぜ？なぜ？なぜって、あそこは僕の家じゃないからだ。他人の家を曲がりしているだけだから。それは、今答えないといけないことですか？いいから答えて。おお、早い。僕の家族、両親は、小さい頃に死にました。交通事故で。そう。あなたは事故を起こした相手についてどう思う？今でも恨んでる。僕は小さかったから。でもはっきりとは言えないけど、多分許すことはできないと思います。その頃の僕は両親の死を理解するにはあまりにも小さすぎて、そのことを理解したのはだいぶ大きくなってからだった。それでも事故を起こした相手を許すことは多分できない。僕は一生そいつを恨んで生きていくことになるはずだ。私の両親はだいぶ昔に死んだわ。悪魔に殺されたのよ。ああ、そういう理由か。天界に襲撃に来ていて、どこかで負傷したんでしょうね。それを両親がかくまっていた。へえ。そいつは恩を忘れて両親を殺し逃げた。私はその現場に居合わせて全てを見ていた。悪魔たちを許すなんて絶対にできない。そんな気はない。戦いをやめることはできない。ああ、そういうことね。つまり本来の戦争の理由を知らなくても、戦争で起きた憎しみの連鎖を止めることは誰にもできないってことか。ここにいるのはみんな戦火で大事な人を失ったり、家をなくしてこの天界に流れ着いた天使たちばかりよ。ああ、そうなんや。私たちはすでに数えきれないほどの屍の山を築き上げている。もう互いに引くことはできないのよ。ここで引くことは、死んでいた英霊たちの意志を無意味にすることになる。絶対に負けるわけにはいかないのよ。悪魔たちに蹂躙された天界には、もう神の降臨を願うしか道が残されていない。ああ、それでいいか。戦い続けるしかないのよ。戦って勝つしか。普段冷静なはずのマリエルさんに少しだけ憎悪の色が混じっているように感じた。ただそれは一瞬のことで、すぐに調子を取り戻す。話がそれたわね。それはそうと、これからも神として力を貸してくれると嬉しいわ。それは分かっています。手を抜いたりはしません。結構。時間を取らせて申し訳ないわ。もう下がっていい。これからの戦いについては追って連絡するわ。失礼します。おお。で、どうなんの？それからしばらくして僕の後ろは感知した。感知したのね。まあ、それさえはな。マリアさんは敵の運命覚醒結晶を破壊しようと焦っていたらしいけど、前回の襲撃もあったせいか、僕が治るまで出撃命令が下ることはなかった。ジュピエルとアルルに俺を言いに行きたい。ずっと僕の看病をしてくれたのだから。おう、ここで選べる。まあね、アルの前選んだんで、ジュペルの方で行きましょうかね。ありがとうございます。ありがとうございますってか。それはそれでな、嬉しいわ。まずはジュペルの部屋に行こう。うわぁ、痛々しい部屋。痛々しくはないけど、ピンクピンクしてる部屋。ちぃさん、ご回遊、おめでとうございます。ご回遊って言うんやね。入るなり、机の上に折り紙が置いてあるのが目についた。あれは？これですか？人間社会では病気の回復を祈願する際に鶴を千羽折ると聞き及んでいます。え、折ってたん？ですので、シーさんが無事治癒するように千羽鶴を作っていました。え？あと102羽というところでシーさんがお目覚めになられました。人間の使う魔術も高い効能があるのですね。マジか、それ多分関係ないと思う。けど天使が折った千羽鶴にどの程度の効能があるのかわからないので、無粋なことは言わないでおこう。ごめんね、ずいぶん迷惑かけたみたいで。とんでもないです。私たちの方こそ陳さんにはご迷惑をかけてばかりで申し訳ありません。そんなことない。むしろ僕は助けられてばかりなんだから。せやね。そうだ、僕はみんなを助けたい。
もちろんもう誰も血を流さなくて済むような解決方法があればそれに越したことはないけど、どうやらそう簡単にはいかないようだ。だったら今僕ができることをする。手の届くところにいる人たちを守るんだ。ジピール。はい、何でしょうか。絶対僕が守るよ。君を傷つけるのすべてから。はい、ありがとうございます。私も精一杯シンさんをお守りさせていただきますね。神様の専属天使として。まあ、何この感じ。今のは神様として言ったわけじゃないんだけど、まあいいか。しばらくの間彼女と談笑していた。それからアルルのところにも行ったけど、なんだかんだで歓迎してくれた。純粋に笑い合ったのは久しぶりだ。この時間がいつまでも続けばいいのに。けどそう言ってもいられない。大丈夫かね。今は自分ができることに集中しないと。ヒエンの言によると、老化研究所と、ヒエンのことかな、わからん。老化研究所というところに本物の結晶があるらしい。敵の守りも厳しいだろうし、何よりヒエンも出てくるのなら気を引き締める必要がある。僕は、作戦決行の時をじっと待った。お？なんや？クラナって？どうなんの？おう、ミッションクリア！来ましたね。じゃあ今回はここら辺で終わりにしましょう。ではご視聴ありがとうございました。ではまた次の動画で会いましょう。ご視聴ありがとうございました。ぜひぜひチャンネル登録、Twitter のフォロー、お願いします。他にもゲームタイトル不純縛り Twitter の方では様々なことを企画として立ち上げてやっておりますのでフォローお願いします。あと概要欄のところに A から O までのパート A の動画を集めた再生リストの URL とゲームタイトル不純縛りの詳細を書いておりますので、ぜひそちらもご確認ください。では、さらば。